バッババババッババババッバババッ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 死ぬかと思いたってめちゃめちゃ頑張りましたね。頑張ったです、うん、見てからも何が何だか分かりませんよ。もう分かりません。ちょっと見せていただいていいですか。ぐるっとぐるっと、うん、ぐるっと、うん、すごいです。すごいです。です。順番をちゃんと決めて貼ってあるんですよね。ヒイヒイヒイ塗る順番を逆算して貼ってあるんでしょ。そう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 、うん、いよいよ苦節10ヶ月。10ヶ月経ってないかまだ。苦節8ヶ月ぐらいですか。ようやくここまで達しましたね。これ本当下手すると1年かかりますよ、マジで。やばいっすよ、それは。やばいっす。でもまあここまで来たら逆に1年、はい、もうまあまあいやいや、ここまで来たらもう結構早いと思うので、いよいよ塗っていきましょう。やりましょう。はい、やりましょう。はい、じゃあ用意したんですか。はい、はい、軽井沢、はい、軽井沢、軽井沢、今軽井沢って言ってしないです。なんて言ったんですか。思ったより軽いぞ。あ、なるほど。軽井沢はどこかわかりますか。長野です。すごいです。最近桃鉄やってるんですマジですか。まあ、マジです。桃鉄は面白いですね。桃鉄やってます。はい、被害者ゲーマーですもんね。はい、ゲーム大好きです。桃鉄は強いんですか、小林は。普通です。普通ですか。はい、あれはダメですよ。人間の悪いところがいっぱい出るゲームですから、ね。そう、人間性暴かれちゃうんで、はいはい、おとなしくしてます。あれ強い人は悪い人間なんですそれではじゃあこれ塗っていくんですけど、まず何色からですか。青。青ですか。青ってどの青ですか。あー、このフロストですね、うん、フロストブルーですね。このフロストっていうのはこれを裏から塗って初めて一つの色として完成するんですらしいです。そうなので、まあいろんな使い方あるけど、一応基本的な使い方としてはそれで、しかもだからこのフロスト系っていうのは塗るのは最も難しいと言われています。ボディを塗るのに最適な気候というのがあります。はい、今日はドンテンです。ドドンテンです。最高ではないですけど、最高を100とした場合60ぐらいですね。やっぱり、ね、湿度も邪魔なんですよ。一番やっぱ雨降ってるのが一番ダメで、うん、でやっぱ乾いてれば乾いてるほどいいですね、うんうん、で、あとね、気候はあったかい方がいいです。やっぱり、ね、20度以上あった方がいいですね、うん、まあ、そういった意味では気候は大事なんですけど、うん、これ結局これが冷たかったりするとスプレーがね、綺麗に出ないんです、粒子が。乾燥して、あったかくてちゃんと乾燥してると粒子が綺麗になるんですけど、例えば寒かったり、このこいつがね、冷たかったり湿度高かったりするとね、ちょっとこうダマになってできやすくて、でブチブチブチっとなりやすいんですね。でもそれでも、まあ、今日は真冬ではないんですけど、真冬のドンテンって一番最悪でしょ。でも、まあ、あの太平洋側だとね、真冬ってすごい乾燥してるけど、北陸って必ずしもそうじゃないでしょ。地獄ですね。そう、地獄なんです、地獄です、ね、本当にもうね、したくなりますよねで、ともかくもうそういう状況で塗る場合は方法がいくつかあって、これをね、塗る前につけとくんですよ。50度ぐらいの45度、そうそう、お湯ポトが出してちょっと あんま熱いんだんですよ。本当に熱いとこれ爆発見たことあるんでそうです。熱湯はダメですけど、まあ50度60度ぐらいまでないかな。それでこう缶を半分ぐらいつけておくんですね。10分ぐらい、10分15分。そうすると、うん、中があったかくなるんで、スプレーがねすごい綺麗に出やすくなります。あと、まあ、今回そこまでしないですけど、こいつ自体の豆腐面ですね、こうやって裏返して塗る面あるんですが、ここにねドライヤーでちょっと温めてやるんですね。そうすると綺麗にスパッと乗ります。ここはまあ今回やらないまでも予備知識として知っておいていただいて、じゃあ色を塗っていきますか。頑張りましょう。頑張りましょう。あの、高橋、ありがとうございました。
メじゃないですか。雨でも塗らないといけない時はあるんですよね。で、せっかくここまで作って頑張ったやつなので、うん、ちょっと今日は塗りたくないですね。ここまで命をかけて作ってきたので、ちょっと条件がいい時にやりたいなって。明日やります。雨降ってきました。そうですね。今日はここまでということです。明日続きやりましょう。はい。パパパパパパー。